大種たくさん。たまげたな。へえ、これは太古の世界そのものです。こうして見る限り、やはり陸地は見えませんね。しかり、島から出るには船が必要。お、遺跡のようなものも見えるな。ありゃ、どう見ても人が作ったものだと思うんだが。確かに、それもかなり規模の大きな遺跡のようです。この地に町でもあったのでしょうか。海水が滝みたいに流れ落ちてる。とんでもない場所が見えるぜ。まさか島の北部がこんなことになってるとはな。確かに。というか、あれは本当に木なのか？でかくて森のようにも見えるんだが。ここから見た限りでは、はっきりとしたことは言えませんね。もしかして例の夢の話ですか？これだけ古代種がひしめく地を探索するなど危険極まりないのですが、このまま漂流村へ戻っても島を脱出する手立てはありません。ちびりそうな場所だが、考えるまでもないみてえだな。リコッタの親父さんもこの北部にいる可能性が高いんだろう。しかり、リコッタ父上探す。やむを得ませんね。行きましょう、ジャンダルムの北へ。待て。